で、今さっきね、去年の卒業生が挨拶に、ね、来てくれてたんだけど、今さっきまで。多摩美の、日本側に受かった生徒なんですよね。で、その子ね、学科、国語も英語もね、学科1日も休んだことないんですよ。やっぱりそこら辺で、ちょっと合否が決まるみたいなところ、多分あると思うんで、長年、川辺先生もそうだけど、長年ね、予備校で教えてると、美術系の予備校だけじゃなくて、一般の予備校なんかも教えに行ったりしてるからね。で、教えると、やっぱりね、毎回ね、出席して、ね、休まない生徒受かってますよ。もうこれ基本だよね。なんで、とにかく、多少ね、その予習が追いついてなくても、授業に出るっていうことは、合格の基本だっていうふうに思ってくださいね。本当に授業出続ければ受かりますから。自分もね、受験生の時予備校通ってたんだけど、やっぱり休まないと、その時成績上がったね。